メディアファクトリー。こんな感じだっけ？ああ、この頃ね、ドラゴンがいる、レッドだ。レッドだ。久しぶり。レッドだな。これなんて書いてある？ジュピター？わかんないけど。ああ、来たねー。来ましたねー、これ。 はい。いいね。ゲームボーイ版激低。いいですね。ああ、いいな。この音源が少ない中で、めっちゃ頑張って作ってくれたんじゃないかな、これ。あ、なんか始まった。 はい。ということで、なんか、プロローグ始まってるけど。ということで、桜大戦 GB ゲームボーイアドバンス 激花組入隊という作品もあるということで、やっていこうかと思います。やっていこうと思います。やっていこう。入隊していきましょう。始めから続きから設定プロローグ。設定が見るの私なんで。あ、OK ですね。早いんで。カーソル早くしていいのかなっていうのはちょっと疑問あるけど。ハテナって何？なんだろう。まあ、やっていきましょう。プロローグでいいか。プロローグから。やっていきましょう。今日もいい天気だな。勝手に進むな。そこのあなた、ちょっといいかしら。あやめさん。 あやめさんが生きてる。え、僕のことですか？そう、あなた、なかなかいいものを持っているわね。いいものって何？何を見て言ってんの？私は、帝国海騎団副司令、藤枝あやめさんが生きてる。今、全国を回って、霊力を持った若者を探しているところなのよ。そして、有望な子には、帝国海騎団への1ヶ月の体験入隊をお願いしてるの。どうかしら？もし、あなたが選ばれたら、体験入隊する気はある？とは言っても、まだ正式に決まったわけではないのよ。いきなりすぎだろ。なんか、マルチの勧誘みたいになってるけど。全国を回って、その中で、あなたの素質が一番高いとなったら手紙を送るわ。その時は、よろしく頼むわね。勝手に進むから早いんだけど、ちょっと。読み上げてる暇なく進んでいくんだけど。花工事伯爵？これ？違うか。ヨネダか、この、いいもん。ということが2ヶ月前にあったんだけど。まさか本当に手紙が。記念の帝国海騎団への体験入隊を願う。帝国海騎団。ああ、ヨネダか。ヨネダ一騎。まさか、民間人の僕が選ばれるなんて。あの帝国海騎団に体験入隊できるなんて、夢のようだ。僕の霊力がどれほどのものかはわからないけど、頑張ってみよう。という流れです。という流れです。はい。プロローグぐらいは見てたんで知ってますけど。ということで、体験入隊をするというお話。ね、これ右側。あ、なんかある。前の人のデータかな、これ。前の人のデータのせいでできるのかな。ということで、体験入隊をできるというゲームになっておりますので、やっていこうかと思いますというところですね。いやー、男の子なんだね。男の子って霊力少ないから、大神が選ばれるってレアって言われたはずなんだけどな。女の子の方が先天的に霊力は高めっていう、そういう話じゃなかったんですかね。まあいいか、やっていきましょうか。始めから。ああ、音声もあるんだね。ゲームボーイって音声とかつけれた？ジンゴってつけれたのかな？できたのかな？ここが大帝国劇場か。帝国海騎団の体験入隊、頑張るぞ。頑張ろう。緊張するな。今までずっと俺隊長だったからな。一般兵か。一般卒兵か。おお。荒いな。荒いな、ヨネダ。おう、よく来たな。あやめくんから話を聞いてるぜ。まあ、1ヶ月という短い期間だが、体験入隊、頑張ってくれよ。期間制なんだね。1ヶ月か。じゃあ、早速だが、ちょっとした手続きをしてもらおうか。あやめくんが見つけてきた人材だ。まず間違いはねえと思うが、一応規則なんでな。これを読んでサインしてくれ。なんか本気だな。本気で文章、漢字攻めしてきたな。帝国歌劇団は帝都を守るもの。帝国歌劇団は愛と正義を大切に。帝国歌劇団は純潔美行を大切に。帝国歌劇団は常に秘密部隊であることの意識を高め、言動を慎み。無理かな。秘密部隊はもう無理だと思うな。その内部における機密事項が漏れないようにしなければならない。以上のことを守り、帝国歌劇団の一員として1ヶ月の体験入隊をいたします。あ、名前か。そういうこと？名前つけろと。わかりました。名前か。ちょっと考えるか。そっか、大神じゃねえんだ。名前必要なのか。はい、葵。葵までにしときましょう。葵までに文字数入らなかったから。何サタン様なのか。葵でいきましょう。花組だからね。花組だから。葵っていう花あるんじゃないの？どうなのかな。サタン様は花組に入れるのか。サタン様を花組に必死に入れたいところ。葵ね。葵でいきましょう。サタン様かどうかはまだ定かではない。確定はしないな。葵です。あくまで葵です。いいな。葵。よし、そうか。まあ、固くなるな。葵よ。
山崎とか呼ばなくていいだろお前、顔見知りだろ見た目になんか記憶にあるんじゃないのお前ヨネタ今回の体験入隊でいい成績を残せば将来の隊長候補として考えてもいいと思ってる。あ、大神首1ヶ月という短い期間だが頑張ってくれ、期待してるぜ。それじゃ大神、大神いるの、大神いるの、大神よ、あとは頼んだぜ。大神いるんだ。はい、かっこいいな大神、また目が綺麗だな。大神どこの世代切り取っても大神目が綺麗なんだよなかっこいい、かっこいい主人公感ある。自分は大神少佐、あ、少佐時代ね、帝国海域団花組の隊長だ。よろしく。気軽に、あ、リップさんだ。元気に答える気軽に答えるよ。気軽に答えるよ、大神。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですよ。余裕ですよ。任せてください。バシッと言って、ズバッと決めますから。余裕？バシッと言って、ズバッと決める。ダメだぞ。そんな浮ついた心構えじゃ。一つ言っておこう。この帝国海域団は厳しい。場合によっては、途中で除隊ということもある。油断はダメだぞ。気を引き締めるように。じゃ、花組のみんなに君を紹介しよう。大神。大神と向かい合うの、なんかこう、あれだな、違和感あるな、なんか新鮮な感じだな。ああ、これは、それったいる？左側に。いないか、あやめさんがいる実感塾だからいないのか。そういうことか。じゃああれ、すびれちゃんか。なるほどね。いやあみんな、集まってるね。それじゃあ紹介をしよう。今日から1ヶ月間、この花組に体験入隊することになった、葵くんだ。葵、サタンです。どうも、こんにちは。こんにちは。笑いを取ろうと心に挨拶をする花組のみんなを褒める笑いを取ろう。葵、サタンです。皆さん、はじめまして。葵です。歌とダンスに自信があります。サタン様、歌とダンスに自信あるのかな？あるのかな？なんちゃって。マリア立花です。あなた、自分が何をしに来たのか分かってるの？カンナにすら、てんてんてんって言われる。あのカンナにすら。あたいは霧島カンナだ。よろしくな。はい、アイリスです。こっちは熊野、ジャンポール・ピエール・ポール・ボルダレフ。よろしくね。チー兄ちゃん。チー兄ちゃんになってる。チー兄ちゃんなんだ。でも、このお兄ちゃんも一緒にお芝居するの？そうなるの？舞台に立つのかな？俺ってか、サタン様。そんなわけないやろ。でも、今のボケ、なかなかやったで。リコーランや、よろしゅうに。ああ、コーランの好感度上がったのね、今の。今の音は。上がったってことね。ただの、バカですわね。せめて自己紹介してよ。せめて、もうちょっとね。もうちょっと大きくしとくか。ちょっと、せめて僕自己紹介してよ、すみれちゃん。してくれね。してくれね。すみれちゃんの名前だけ謎になったな。そっか。さくらちゃんね。さくらちゃん上がったんだ。私たちを楽しませようとしてくれたんですよ。私、新宮寺さくらです。さくらちゃん。さくらちゃん。なんか、可憐に、可愛くなったね。なんか、幼い感じになったね。それ、ドットだと。よし。じゃあ、これから、君の霊力を測定しに行く。ついてきてくれ。霊力測定器なんかあるんだっけ？だいたいアイリスが、この人も霊力を持ってるのね。戦争が始まるのね。みたいな、なんか最初の頃、言ってた記憶あるけどな。では、今から、葵くんの霊力を測定しようと思う。どうだ？霊力側なのか？妖力じゃねえの？サタン様、容器じゃないの？方法は、後部に乗っての模擬戦闘だ。あ、乗れるんだ。じゃあ、葵くんが乗る後部を選んでくれ。え、色選べる？あ、選べる。桜用の後部なんで乗れるんだよ。勝手に乗っていいのかい。適正能力、総合力。適正能力、総合力。攻撃距離、近距離、型。あ、なんかそういう戦闘用の、あれが決まってんのかな。すみりちゃんね。あ、素早さか。大体のゲームで素早さって結構大事だけどな、やっぱ。アイテムを使うのとかにも素早さ大事だし。ものによっては回避力とかにも関わってくるもんね。中距離。いいんじゃない？マリアか。まあ、遠距離だよね。命中率か。アイリスは霊力なんだね。中距離型。回復できるんだろうな。で、コーランが知力か。まあ、遠距離型ですね。で、カンナが気合って何？気合って何？適正能力。で、近距離型ね。あー、そういう感じか。どうしようね。今の中で言うんだったら、スミレちゃんのが一番期待の選び方からするといいんだろうけど。てか、大神のはないの。大神のはないの。大神、自分のは貸してくれないんだ。ひどいな。大神の貸してよ。いつも乗ってたのにな。そっか。遠距離もいいね。まあでもな。桜ちゃんの残り顔。あ、やだめだめ。サタン様だった。サタン様だった。俺じゃない。これサタン様だもん。これサタン様だから。サタン様の何かだから。断片的な。サタン様が残した何かだから。その気持ちで考えなきゃダメだな。別に誰にも因縁ないな。強いて言うなら、新宮寺さくらかな。やっぱ残りが変えてっか。この後部でいいなら。これ最後に変更できるんじゃない？後から。はい。
よし、模擬戦闘だからといって気を抜くんじゃないぞ。あのね、映画版の桜大戦だと、あ、なんかありました。そういうアニメ版もだっけ、なんかそういう擬似的に戦闘をシミュレーションする機会みたいなのがあったんで、多分それをやらされるんだろうな。では、始め。いきなりでうまく戦えるだろうか。でも、やるしかない。まずは相手に近づかないといけないな。近づく、離れる、気を食べる。近づくって言ったら近づこう。来る！防御。気を食べる、離れる、防御。戦い方わかんないけど、攻撃しようとりあえず。これでも食らえ！うわ、全部リップスか。結構大変だな。ああ、入るね。来る！気を貯める。離れる？攻撃できなくなるのかな？相手に近づかないと。あ、そういうことか。やっぱり、近づかないとダメなのか。食らえ！これでどうだ！おーし、やった！倒したぞ！勝利のポーズ、決め！へえ、なかなかやるやん。こりゃ、うちもうかうかしてられへんな。ああ。勝ったから上がったってことは、負けるパターンもあるんだ、これ。下がるパターンあるで、多分。初めてなのに、すごいですね。私も負けていられないわ。頑張らなくちゃ。じゃあ、今日は初日だから、これくらいにしておこうか。よし。じゃあ次はこっちだ。ついてきてくれ。早いな、展開が。展開が早いな。ここは、事務局なんだ。こちらの二人を紹介するよ、来るか。かすみくんと、エリーだ。エリーくんだ。ユリだけどね。事務局の藤井かすみと申します。よろしくお願いします。怒らせちゃならねえぞ、かすみさんは。同じく事務局の榊原エリです。よろしくね。私たちは大抵この事務局にいますから、いつでも来てくださいね。椿ちゃんは、まあ、ここじゃないか。何かお手伝いを頼むことがあるかもしれないけど、その時はよろしくね。はい。葵と申します。よろしくお願いします。サタンです。じゃあ次はこっちだ。そうだよね。ここは売店なんだ。彼女は売り子の椿ちゃんだ。椿ちゃんまんまやな。ああ、売店の高村椿です。よろしくお願いします。私はいつもこの売店にいますから、用があるときはこちらへ来てくださいね。とは言っても、品物の補充をしているときなどはここにはいないんですけどね。葵と申します。よろしくお願いします。では、葵くんが1ヶ月の間寝泊まりする部屋へ案内しよう。ついてきてくれ。展開が早いな。部屋どこ？どの部屋？空き部屋なんかあった？ここが1ヶ月間の君の部屋だ。今日は疲れただろうから、なるべく早く寝るようにな。それと、明日から各隊員が得意な分野で訓練の相手をしてくれることになっている。とりあえず日程が書いてあるスケジュール帳を渡しておこう。これに従ってやっていく感じ。訓練は、午前と午後の2回だ。午前の訓練はスケジュールがすでに決まっているんだが、午後の訓練を誰とするかは、君が自分で決めるようにしてくれ。全員ルートあるみたいな感じ。よし。それじゃあ、みんなの期待に応えられるように、頑張ってくれよ。自信はある。あまりない。これ、出るかな下。2択か。自信はあるよ。おやすげ。だいぶ、坂田さんやってきてるから、任せとけよ、オオカミ。大丈夫よ。サタン様よ。気を引き締めて、頑張ります。よろしくお願いします。うん、頑張れよ。それと、ただ、お風呂は覗くなってことか？今日一日で分かったと思うが、花組の隊員たちは個性豊かだ。苦労するかもしれないけど、困ったことがあったらいつでも相談に乗るから、俺のところに来るといい。いつもお前が困ってるもんな。それじゃあおやすみ。隊長っぽいな、オオカミ。あれ、もぎりやってる人なんだぜ。あれでもぎりなんだぜ。ふう、やっと初日が終わったな。早かったな。なんか怒涛だな、なんか。それじゃ、日記でもつけて寝ようかな。セーブでいい？これが。ああ、体力、知力、霊力、気合、素早さ、命中。なるほど。日記、セーブが行います。セーブしよっか。誰だ、一番。ABCD とか、E とか、適当につけんじゃねえ。カズヤ。ちょっと、エッチマン気になるな。ちょ、ABC 消しとくか。オッケー。完了。青い。サタン。いいな。いいですね。一日目。夜。とりあえずは寝るしかいけないか。寝ようか。あ、これ俺なんだ。サタン様。こんなんだね。タバコ吸ってんの、サタン様、これ。タバコ吸ってんの。違うよ。タバコじゃないよね、サタン様。あ、布団引いて、サタン様。リッチギね。ちゃんと電気消して。サタン様。電気とかなくていいんじゃない、サタン様。地下にいたじゃん。体験入隊。二日目。月曜。ああ。あー、これ1の時の BGM かな？確か聞いたことあるね。よし、今日から頑張るぞ。さあ、着替えだ。サタン様が言ってると思うとちょっと違和感あんな。パンツを脱ぐ、寝巻きを取る。ちょっとパンツを脱ごう。まずはパンツを脱いじゃおうか。ん？ノーパンじゃダメだよ。じゃあ選択肢に入れないでほしいな。ノーパンでいこう。寝巻きでパンツを脱ぐ。
まずはパンツを脱ごう。ノーパンじゃダメだよ。何回でもできるんかい。パンツを脱ぐ。3回やったらなんか出るんじゃないか。そうだ、4回まで行くぞ。俺はパンツを4回までは脱ぐぞ。ダメか。ダメか。書くなよ、そんな。じゃあ選択肢に出すんだよ。寝巻きを着る。なんでだよ。寝巻きをなんで着るんだよ。寝るんかい。まずはシャツを着てっと。靴下臭い。靴下を履く。パンティーを履く。パンティーを履こう。次にパンティーを履いて。ん？パンティーを履いちゃダメでした。なんでや。パンティーは女性用の言い方なのかな、これ。パンティーは女性用か。そっか。ちなんか下がるわけだよ、これ。遅れるんじゃないの？遅刻とかになんない？靴下臭い。次と。靴下臭い。そうじゃないって。レッドが遊び始めてんな。そっか。靴下履こっか。次に靴下を履いて。煮干しを食べる。なぜだ。ズボンを履く。図星である。図星である。そして、図星である。ん？何が図星なんだ？なんだこれ。なんだせんとき煮干しを食べよう。まあ、カルシウム重要だな。よし、食べよう。そんなことをしてる場合じゃないぞ。これ、なんか狼がいそうだな。そんなことをしてる場合じゃないわ。なんか言ってた気がするもんな。ズボンを履こう。そして、ズボンを履いて。いるここ。ベストを着る。ベストを尽くす。なぜベストを尽くさないのか。よし、ベストを尽くすぞ。言ってる場合じゃないよ。早く着替えないと。いや、気合は大事でしょ。ってことに。まずは気合大事だよ。ベッドで寝る。言って、寝るか。ベッドで寝よっかな。寝てどうするんだ。はい、行こうか。ベストを着る。ゲット。髪を整える。口紅を塗る。納豆を練る。寝ろ。仕上げに納豆を練ると。ご飯もないのに練っても。ご飯があったら練るのか、お前は。口紅を塗ろう。仕上げにルージュを引いて。セクシーだ。でも今はこんなことしてる場合じゃない。サタン様が口紅してるシーンか。ちょっと想像したくねえな。はい、ありがとうございます。仕上げに髪の毛を整えると。よし、オッケーだ。なんか怒られそう。遅刻とかなりそう、これ。遅かったなって。葵さん、バッカ。遅いですよ。遊びじゃないんですよ。テキパキ、動いてください。では説明します。今日からこの時間は、午前の訓練をしてもらいます。訓練は、私たち花組のメンバーが交代で受け持ちます。ちなみに、私の訓練は、居合です。マジかよ、居合切りか。すごい大変だったんだよな。桜ちゃんの、サンダー、雷、稲妻切り大変だったんだよな。精神力、スピード、気合など総合的な力を養うための訓練なんですよ。では始めます。え、マジでミニゲーム。ちょっと待って待って待って。あ、おいバカ早い。え、何これ。どういう基準で決まってる。お疲れ様でした。え、待って、俺がボタンを押さなきゃいけなかった今。いや、早すぎだろ。早すぎだろ。訓練は積めば積むほど上達していきます。サボらず怠けず精進してください。それでは本日の午前の訓練を終わります。いや、早すぎなんだけど。ちょっと待って、あれボタン押しあったのかな。疲れた。さくらさんの訓練厳しかったな。次はと、さくらさんか。さくらちゃんって言えないあたりだな。午前の訓練の前に少し時間があるようだな。帝劇の中でも見て回ろうかな。あ、できる、それできるの。散策ツアー。え、行動時間に、自由時間に帝劇を散歩して過ごします。持ち物の使用設定。あ、散歩か。はい。あ、できるんだ。うわー、嬉しい。嬉しい。え、これ全部いける？全部いけんのかな？あ、ダメだ。びっくりマークがあるとか、あ、あ、階段を降りれるのか。なんか、地下に行ったな。一気に地下に行ったな。なるほど。バラ組ね、この辺に。この辺バラ組がいるはずなんだけどな。あ、違う。これが1階か、今。今いるのが1階で。ちょっと待って。下行ける、さらに。あ、下はいけないんだ。ダメなんだ。上は？あ、上はいける。大神がいるな。大神のとこに、びっくりマークがあるとこいけんのね。あ、桜ちゃんがいる。これ桜ちゃんだよね。桜ちゃんだよね。かわいいけど桜ちゃんっぽくないな。髪飾りでわかるな。リボンで。あ、葵さん、ちょうどよかった。よろしければ、劇内を案内しましょうか。あ、お願い。お願いします。よろしくお願いします。はい、喜んで。じゃあ行きましょう。あー、ドット絵の桜ちゃんも、いい笑顔だね。この笑顔は変わらぬな。ここがお芝居とかをする舞台なんですよ。あ、上からタライが。桜を盾にする。桜を盾にする。タライについて語る。いた。タライとは、水や湯を入れて顔や手足を洗うのに用い、平たい容器。普通は洗濯に用いる比較的大型のもののことをタライと呼びます。いたたたた。そんな説明誰も聞いてませんよ。そっか。ところで、なんでタライが落ちてくるんですか？コントをやるときに使うんですよ。コントなんかやってんの？え、定劇ってコントやってんの？ああ、
いつもお芝居じゃないのかな。なんか漫才とかやってる時もあんの、テレビ劇って。どうなんだ。でも出しっぱなしはいけませんよね。出しっぱなしっつか上から落ちてきたから出しっぱなしでもないだろ。まあ、たらいは後で片付けるとして次に行きましょう。ここはシャワー室でいつでも使っていいことになっています。あ、こんなところに石鹸が落としすぎだろ。いろいろ、さくらさん危ない。何が危ないの。一緒に転ぶ。さくらを突き飛ばす。さくらを助ける。突き飛ばすと一緒に助けよ。これはこれは助けよ。が、あった、危ない。 ありがとうございます先輩なのにな、先輩なのにな。危なく転ぶところでしたね。ありがとうございます、葵さん。葵さんって言われるたびにサタン様が走ってくるの、俺の頭の中で。嬉しくなっちゃうな。あー、で、ちゃんと低撃ドットで鳴らしてくれてるのは嬉しいな。とにかく、ここがシャワー室なんですよね。え、花組のみんなも使いますから、少し気を使ってくださいね。そっか、気を使わなきゃな。そうだな。そっか、この時代は、銭湯じゃねえんだ。風呂場じゃねえんだ。シャワー室なんだ。そっか、気使うわ。気使うな。体が勝手に動くんだもんな。仕方ねえよな、あれは。という感じでしたか。いかがでしたか。はい、そうですね。お茶に誘う、桜に一言言う。お茶に誘いてえな、誘おうよ。そうだ、案内していただいたお礼にお茶をご馳走しますよ。当然のことをしたまでですから、気を使わなくていいですよ。うわー、さらっと断られた。それじゃ、またわからないことがあったら遠慮なく聞いてくださいね。お茶会しようよ。 お団子とか出すよ。みたらし団子とか、みたらし団子とかどう。ここか、ここの訓練だな。自由に選んでいいって大神さんが言ってたっけ。誰の訓練を受けようかな。そうだね、好感度あるんだろうな、多分これ。トルルルトルルルルンって言ってるあたり、うん。あー、そういうこと。さくらちゃん、すみれちゃん、すみれちゃん、パンナ僕ら浮かせてるけど浮かせてるけど、アイリス、あー、カンナじゃないわ、違う、コーランでいいのこれ。薬品調合か、コーラン。ちょっと違う、機械いじりじゃね。あー、カンね。これどれがステータス上がるかか。そっかそっか、6人。あー、そのまんまだね。そっか、まずは攻撃力上げたいからカンナかなっていう気はするけどな、単純に。なんかゲーム的なこと考えると。命中率、素早さ、素早さ低いか。気合と素早さ低いな。でもカンナ気合なのか。霊力上げとく。まだ魔法とか覚えてないけど霊力上げるか。あ、ちにいちゃん、アイリスの訓練受けに来たの。そうだよ、お願いできるかな。うん、いいよ。アイリスの訓練はね、霊力のアップの訓練なんだよ。だろうね。それじゃあ始めるよ。これはボタン押しとかいらない。え、なんか挫折したんだけど。お疲れ様、ちにいちゃん。今日はあんまりうまくいかなかったね。これ運かな。でも大丈夫だよ、ちゃんと訓練してればできるようになるから。それまで一緒に頑張ろうね、ちにいちゃん。それじゃあ今日の訓練はこれでおしまい。サタンお兄さんと呼びなさい。ふう、これで今日の訓練は終わりだな。あとは見回りをして寝るだけか。ああ、これ見回りの BGM とか夜の BGM だな。見回りに出かけます。出かけるのか、そこもやんのね。まあまあまあ、そうか、隊員だもんな。ああ、さくらちゃんが舞台裏で多分これ稽古してんだろうな。まだ自主練してんだろうな、さくらちゃんのことだから。誰だろうね、誰だろうね。ここ魔人機の説明された記憶しかねえな。うん、地下はいけないのか。ここ何、これ食堂でしょこれ。あ、なんか出た。え、何もしないとなんか出るな。ああ、日付ね。まあ、でもさくらちゃん行くか。これびっくりマーク、びっくりマーク1個拾っとくか。わかんないから。楽屋裏と魔人機気になるな。おう、コーラン。コーランさん、こんな遅くに何をしてるんですか。ちょっと探し物や。どうだ、後部の設計図について教えてやろうか。サタン様が設計したんやで。教えてやろうか。僕のこと。探し物、僕のことって。何を探してるの、何を探してるんですか。空をな。いやいや、別に何でもあらへんな。あらへん。空をなって何。空を探してるって何。地下に来といて空を探してるって何。それハピちゃんか。アビス編か、風化雪月。葵班も見回りさっさと済ませて、早寝た方がええで。ほな、おやすみ。そっか。これ一回だけ、あ、一回だけなんだ。うわぁ、マジか、一回だけか。結構、なんか、厳しいな。一回だけなのか。うん、やっと一日が終わったな。いろいろと大変だけど、これから1ヶ月、頑張るぞ。それじゃ、日記でもつけて、寝るかな。まあ、展開が早いからいいけどね。そっか。はい。
ということで、パート1、エッチマン、いかがでしたでしょうか。ということで、あと27日間ですけど、やっていこうと思います。サタン様が、もし、花組に入るとすればという、そういう世界線のお話でございます。これから頑張ってやっていこうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうね。